ます。言った通り無事に入社できました。あ、これからはじゃなくて先輩ですね。私、経理課に配属されました姫川天音と申します。よろしくお願いします。先輩。え、うん、ちょっと意外だったから。先輩ってもっと真面目な人だと思っていたから。第2会議室に行かなくっちゃ。それじゃあ失礼します。おお、ちょうど帰るところのようだな。俺はこれから食事に出るが、どうだ、一緒に行くか。そうか、ではついてきたまえ。いやあ、お前が先週頑張って仕事をこなしてくれたおかげで、俺も残業が少なくて済んだ。うちの部署は人も予算も少ないからな。俺を含めてたったの8人か。推進部というのは仮の部署名だからな。事業部に昇格すればもう少しマシになるのだが。おっと、頑張ってるやつに愚痴を聞かせても仕方ないな。まあ、いっぱいやってくれたまえ。それじゃあ、これからもしっかり働いてくれたまえ。気をつけて帰れよ。あ、おはよう。調子？別にいつも通りだけど。人間、平常心は大事にしないと。先に食事を済ませてしまった。あと、よろしくな。
食事に行ってきます。1時間後には戻ります。Thank you.
よ。ちゃんと電話くらいしてよね。うん、どうしてもって言うなら付き合ってあげてもいいわよ。それでどこに行くの？うん、わかった。一応楽しみにしておいてあげるわ。それじゃあね、おやすみ。ちょっと何する
うん、まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、じゃあ行こうか。食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では、ゴーからの仕事も頑張ってくれたまえ。ああ、帰ろうとしてるところ悪いが、プロジェクト推進部の方の仕事を手伝ってくれないか。そうか、助かる。すぐにオフィスの方へ来てくれ。手順は今説明した通りだ。俺はちょっと席を外すが、早速取り掛かってくれたまえ。だいたい片付いたようだな。あとは俺がやるからもう帰っていいぞ。また何かあったらよろしくな。全員揃ったな。これよりプロジェクト推進部の定例会議を行う。安全性の再確認などの作業でトレジャーアイランドの完成が6月にずれ込むことになった。しかし7月上旬のオープンには問題ない。プロジェクト参加可能な者には宣伝活動の強化を頼む。では午後から早速各部署に出向き仕事に取り掛かってくれたまえ。以上、解散。それじゃあ、食事に行ってくるね。
事に行ってきます。あ、遅いじゃないのよ。ちゃんと電話くらいしてよね。それでどこに行くの？分かった。一応楽しみにしておいてあげるわ。それじゃあね。おやすみ。別に。たまたま早く着いただけよ。待ってたわけじゃないからね。それより、何が遠慮なのよ。
食事に行ってきます。1時間後には戻ります。それじゃあ、食事に行ってくるね。ええ、そうよ。お疲れ様でした。お先に失礼するわね。それじゃあ、食事に行ってくるね。あら、おはようございます。うん、まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、
じゃあ行こうか。食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では、午後からの仕事も頑張ってくれたまえ。それじゃあ、食事に行ってくるね。ただいま、電波の届かない場所にいるか、電話機の電源が入っておりません。しばらくしておかけ直しください。遅いじゃないのよ。ちゃんと電話くらいしてよね。うん、どうしてもって言うなら付き合ってあげてもいいわよ。それでどこに行くの？うん、分かった。一応楽しみにしておいてあげるわ。はよく見に行くの？残念。私はほとんど試写会だけどよく行ってるよ。それじゃあドライブは好き？私も街中を走るだけだけど、どこが楽しいのかピンとこないよ。まあ景色がいいと気分もいいけど。これで女の子が話しかけてくるようなゲームとかして、一人で喜んでるんでしょ。あ、知ってる知ってる。画面の中で
私がいるでしょ。なんで知ってるの？いつ見たのよ。騙したのね。それに色気がないって何よ。見たこともないくせに。見たこともないくせに。見たこともないくせに。うるさい。もういいの。本当に？まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、じゃあ行こうか。食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では豪からの仕事も頑張ってくれたまえ。では食事に行ってきます。1時間後には戻ります。あ、おはよう。調子？別にいつも通りだけど。両親は大事にしないと。じゃあ。ああ、帰ろうとしてるところ悪いが、プロジェクト推進部の方の仕事を手伝ってくれないか。こら、お前何をちんたらやってる。自分がミスした仕事を自分でフォローするのは当然だろう。口答えする余裕があるならもっと気合を入れて働け。何？お、本当だ。そうか、馬場が担当か。これは割と大きな仕事だったから任せたものと思い込んでいたようだ。すまんが、フォローしておいてやってくれ。俺も手伝おう。ババでは役不足だったかもしれん。だいたい片付いたようだな。あとは俺がやるからもう帰っていいぞ。また何かあったらよろしくな。それじゃあ、食事に行ってくるね。
グズグズしてたら風邪ひいちゃうわ。行こう。ちゃんと体拭いて着替えた？結構似合ってるじゃない。親父のパジャマだけど。平気平気、どうせ二人とも帰ってこないんだから。仕事で忙しいんだってさ。別にもう慣れたけどね。だってあんただけパジャマっていうのも恥ずかしいでしょ。感謝してよね。でもこうして二人でパジャマだと新婚さんみたいね。おお、ちょうど帰るところのようだな。俺はこれから食事に出るが、どうだ、一緒に行くか。そうか、ではついてきたまえ。いやー、お前が先週頑張って仕事をこなしてくれたおかげで俺も残業が少なくて済んだ。うちの部署は人も予算も少ないからな。俺を含めてたったの8人か。推進部というのは仮の部署名だからな。事業部に昇格すればもう少しマシになるのだが。おっと、頑張ってるやつに愚痴を聞かせても仕方ないな。まあ、一杯やってくれたまえ。それじゃあ、これからもしっかり働いてくれたまえ。気をつけて帰れよ。したぞ。よりによって貴様に礼を言わなきゃならないとは。運命とは皮肉なもんだ。貴様の仕事がたまたま俺様のミスのフォローになっていただけのことだ。うるさい、昔のことは忘れた。
様がすぐに追い抜いてやる。それまでせいぜい足を洗って待ってるんだな。ではさらばだ。食事に行ってきます。うん、まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、じゃあ行こうか。食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では午後からの仕事も頑張ってくれたまえ。
喜んでるんでしょう。あ、知ってる知ってる。画面の中で女の子がパンツ見せながら殴り合うゲームでしょ。やらしい。まったく、そんなゲームやらなくったってあんたには私がいるでしょ。推進部も忙しいね。あ、じゃ。それじゃあ、食事に行ってくるね。アラン、おはようございます。やあ、お昼、まだこれからみたいだね。そっか、私今日は午後一番で外回りだから待ってる余裕ないな。先に食べに行っちゃうよ。それじゃ。ああ、帰ろうとしてるところ悪いが、プロジェクト推進部の方の仕事を手伝ってくれないか。そうか、助かる。すぐにオフィスの方へ来てくれ。手順は今説明した通りだ。俺はちょっと席を外すが、早速取り掛かってくれたまえ。だいたい片付いたようだな。あとは俺がやるからもう帰っていいぞ。また何かあったらよろしくな。
推進部も忙しいね。まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、じゃあ行こうか。食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では豪からの仕事も頑張ってくれたまえ。まだこれからみたいだね。そっか、私今日は午後一番で外回りだから待ってる余裕ないな。先に食べに行っちゃうよ。それじゃ。食事に行ってきます。1時間後には戻ります。
このシティホテルに泊まってるのかな。そりゃそうよね。ねえ、あんたね、なんでシティホテルまで来てトイレなのよ。もういい、いじっていよう。